今足マッサージ受けてホテルに帰るところです。なんか、え、なんだっけ名前、ソンテン、ソンテンっていうトゥクトゥクみたいなバスみたいなのに乗りました。2人だけ。化粧がぐちゃぐちゃになっちゃった。はい、今ホテルに戻ってきてプールに来ました。今日というか、あの12時まで、夜の12時までですから1時間ぐらい泳ぎたいなと思ってやってきました。まあ泳いでいろいろゆっくりして今日はゆっくり休もうと思います。どうですか？すごい綺麗よ。綺麗だけど寒い。この降りちょっと最高だね。色が綺麗。寄るのもいいね。はい、みなさんこんにちは。ゆうカフェのゆかとすいちゃんです。今からアクダラホテルで2日目なんですけど、今からブランチしてこようと思います。朝ごはん食べてこようと思います。今日も天気いいね。行ってきます。携帯持ってこなかった。これは強敵だな。朝のプールです。あそこがご飯食べるとこかな。めっちゃ綺麗な席に座れましたね。よかったね。じゃあ食べてくださいまーす。今日の朝ごはんです。イエーイ、いただきます。I'm wide open for a love affair. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you. Yeah. Oh, yeah, 진짜좋다. Oh.Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it.Yeah.
One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you look like that. Closer, closer, I'ma get closer to you.水上マーケットなんですけど、私たちは船には乗らずに200バーツのエントランス費用だけ出してやってきました。Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. ここは10点満点中4点ぐらいかな。だからまあ時間があったら来てもいいけど、そこまでおすすめしない、正直。でもまあなんかすんちゃんとだからすごい楽しかった。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。